エストニア・タリンのヘッドリードフェスティバルにて、ジェイソン・グッドウィーンは、イギリスの小説家、歴史家、ケンブリッジ大学で、ビザンツ帝国について学んだ。著書ザ・ガンパウダー・ガーデンズは、a t タイムフォーティトラベルズ・イン・チャイナ・ and インディア・ in Search が好評を博し、ポーランドからイスタンブールを旅し、その体験を元に表した、オン・フット・ツー・ザ・ゴールデン・ホーンで、1993年に、 ジョン・ル・ウェリン・ライス賞を受賞した。続いて発表した、ローズ・オブ・ザ・ホライズンズ・エイ・ヒストリー・オブ・ザ・オットマン・エンパイアは、ニューヨーク・タイムズのブックレビューで取り上げられた。2007年、19世紀のイスタンブールを舞台に、観眼のヤシムが活躍する、イスタンブールの群狼で、エドガー賞長編賞を受賞し、より有名になり、同作から始まるシリーズは40カ国語以上に、 翻訳されている。ヤシムシリーズの第3作ザ・ベリーニカードは舞台をベニスに移した。第4作アン・エビル・アイはオスマン帝国のスルタンのハレムを舞台としている。作家でジャーナリストのジョーカスタイネスと作家ジョン・ミッチェルを両親に持つが生まれる前に別れており、初めてジップに会ったのは百九十二年十八歳の時だった。実際に育ててくれたのは 母の最初の夫となった映画プロデューサーのリチャード・ビー・グッドウィンであった、イギリスのテレビプロデューサーのデイジー・グッドウィンは、イフ妹・イモーと、既婚者で4人の子供がいる。ありがとうございます。